服部和彦は、日本の音楽家、音楽批評家、音楽プロデューサー、作曲家、朗読演出家、東京都出身。1966年日本大学工学部卒業。1976年から1977年まで、民族音楽研究のため、アジア、中東、アフリカの各国を歴訪。1973年に作曲コンクールに1位、入賞すると、 音楽活動を開始。1975年、国際芸術連盟会長に就任。ことサチュー、こと会長、日韓音楽文化交流委員会代表などを歴任している。室内楽を中心に独創曲、還元楽、劇音楽など数多くのジャンルで活躍。アジアコンポーザーズリーグのフェスティバルで室内楽作品が6回。 声楽アンサンブルが1回入選。これまでに20回を超える作品個展を開いている。CD、楽譜の出版も多数。プロデューサーとしての活動も活発で、国内外の現代音楽の紹介やフェスティバルなどを制作。また、朗読台本の執筆、脚色、演出を手掛けるほか、朗読家の発掘育成にも力を注いでいる。40年来、東洋思想。 超心理学、量子物理学、新知学、死学を学び、それらの学際的研究も重ねている。またこれらと並行して講演や執筆活動を行う。国際芸術連盟会長、古都幸流、古都幸会会長、朗読期の会主催、東京国際室内学作曲コンクール、東京国際声楽作曲コンクール審査委員長、 2016年8月16日、日本現代音楽展でのミザールの楽曲解説においては以下のように語っている。ミザールとは北斗七世の中の一番明るい星の名称である。ミザールという言葉に出会った時、この言葉の響きや質感が私の創作意欲を誘発した。光と闇、銅に対する性のように、 互いに対立しながら一体融合している存在を思い続けた。漆黒の空間に放散してゆく繊細な光の束をイメージした。言葉のイメージを喚起する力を思い知ったのだった。ありがとうございます。